メール、ビデオ会議、社内 SNS など様々なコミュニケーションを支える企業内LANは、今や企業にとって最も重要なインフラの一つです。様々なメンバーがいつでも安心して業務できるよう、信頼性に優れ強固なセキュリティを持つ堅牢なネットワークが必要です。その一方、昨今の働き方改革の進展、リモートワークの定着、クラウド利用の拡大など、ますます加速する ICT へ柔軟に対応できるネットワークが求められています。 NTT コミュニケーションズはこのような状況に対し、 SD LANソリューションによって堅牢性と柔軟性を兼ね備えたオフィスLANを提供いたします。 SD LANソリューションの一つであるシスコ DNA センターを導入することにより、ネットワークの信頼性を向上させ、セキュリティリスクへ対応するとともに、ネットワークに対する新たな要望にもスピーディーに対応することが可能となります。それではどのようなことができるのか、具体的にユースケースを見ていきましょう。今までは遠隔地に散らばるネットワーク機器に対して、それぞれの設定作業を現地に赴いて行っていました。シスコ DNA センターを導入することで、ネットワークの変更はブラウザでの直感的な操作に変わります。ネットワーク機器へはコントローラーが一括で変更を反映。難しいコンフィグは不要です。柔軟性の向上は運用負荷の軽減のほか、コストの削減にも貢献します。トラフィックの増大で業務に影響が出た場合、これまでは利用者からの申告などで異常を検知し、対処するまでに長い時間がかかっていました。シスコ DNA センターでは、利用者やデバイスなどのトラフィック情報を自動的に収集、普段とは違う予兆を検知し、適切な対策を提案することで、対処までの時間を短縮します。トラブルの早期発見、未然防止により安定したネットワーク環境を実現します。社内のメンバーが安心して働け、会社の情報資産も保護するために、オフィスLANにおいても許可されたメンバーへ適切にアクセス権限を割り当てることが重要です。しかし、その権限設定においても複数のネットワーク機器への設定変更が必要。煩雑な上に多くの時間がかかります。シスコ DNA センターを導入すれば、ブラウザからドラッグ&ドロップの直感的な操作でセキュリティポリシーの設定が可能です。また複数のネットワーク機器と連動して設定が反映されるため、正確かつ迅速に作業を行うことができます。社内の端末がマルウェアに感染した場合、これまでは端末の特定に時間がかかり、その間にウイルスが拡散し、被害が甚大となってしまうことがありました。シスコ DNA センターは、ネットワーク機器自身をセンサーとして活用。セキュリティリスクの恐れがある疑わしい振る舞いや、未知の脅威を常に監視、検出、感染した端末を自動的に遮断し、被害を最小限に抑えることが可能です。このようにシスコ DNA センターを導入することにより、これからのワークスタイルに必要な柔軟で安定したインフラ、高度なセキュリティを提供、より安全で使いやすいオフィスLAN環境を実現することができます。